森岡劇場は岩手県森岡市松尾町にある劇場である。財団法人森岡市文化振興事業団によって運営されている。有志の出資により森岡における芸術活動の拠点劇場として1913年9月23日新馬町に開館。日本初の洋式劇場である帝国劇場の会場から2年後の会場で 東北地方発の近代的演劇、専用劇場であった。設計は、中央停車場や森岡銀行本店などを手掛けた、辰野の火災建築事務所。コケラ落とし公演は、7代目、松本幸四郎一座によるものであった。歌舞伎、新国劇、喜劇などの演劇、活動写真、音楽会、芸劇集の演芸会などの公演のほか 関東大震災発生時には、震災被災者救援の催しが数ヶ月にわたって開かれるなど、単なる一劇場の枠を超え森岡の大正ロマンを象徴する施設の一つとして市民に認識された。花巻の学校教師時代の宮沢賢治も、チャップリンの映画や少女歌劇などを見るため花巻から幾度となく通い詰めたという。その後、 太平洋戦争の影響や建物の老朽化で徐々に衰退し、ついには閉鎖同然の状態となった。戦後、道の区の伝信王と呼ばれた花巻市出身の実業家で政治家でもある谷村貞治の支援によって全面改装がなされ、1957年7月21日に谷村文化センターとして再建。谷村は演劇の理解者で、 地元文化の復興を願っての再建であった。再建後は、新劇公演や、公演会のほか、1949年に、作家の鈴木彦次郎や岩手日報社の工藤、正春らが中心となって開始された森岡文史劇が、第8回公演から、谷村文化センターで開催され、年末恒例の催しとして親しまれた。 しかし、テレビの普及や映画館の新設など、娯楽の多様化の影響で、観客は年々減少し1962年の第13回公演をもって中断。使用量が割高だったため利用客も減少した。その後、1968年に谷村が亡くなると、廃屋同然と化し、15年後の1983年3月20日に開催された、 森岡劇場お別れ会をもって閉鎖解体され、旧森岡劇場の完成以来70年の歴史に一旦幕を下ろすこととなった。谷村文化センター解体後、市民の間で森岡劇場復活の機運が生じ、森岡市は市政100周年記念事業の一環として、劇場の再建を1986年に決定、1990年7月1日に、 河南公民館を併設し最新の設備を備えた新たな劇場として跡地に新築。新森岡劇場の小倉落としは九代目松本幸四郎一座によるもので大いに賑にわった。1995年に森岡市在住の作家高橋克彦や岩手日報社の村田源一郎らが中心となって森岡分子劇も復活し、 同年11月26日に33年ぶりとなる公演が森岡劇場で開催され、以降年末恒例の公演として続けられている。復活した森岡文史劇は、地元作家や地元放送局のアナウンサー、その他著名人などが出演し、公演の模様がテレビでも放送されるようになったため、切符が発売されると即完売になるほどの人気興行となっている。 2004年、財団法人地域創造が主催する第1回ジャフラアワード総務大臣賞を受賞した。演劇、舞踏、古典芸能、コンサートなど各種公演に対応。固定席511席、親子席7席。セマリア、音響反射板を完備、花道の設置も可能。コンピュータ制御と手動の選択可能な照明設備などが備えられている。 演奏会、演劇、コンサート等、利用状況に応じて、舞台や客席を自由に設定できる、オープンスペースで地下に設置されている。172.75平方メートルのスペースに、100から200人程度の移動席を設置可能。第一リハーサル室と第二リハーサル室からなり、バレエや舞踏、演劇や音楽などのレッスンやリハーサル室あるいは、 控室として利用される。森岡劇場に併設された公民館。ミニホール、研修室、美術工芸室、視聴覚室、音楽練習室、和室、調理室、会議室からなる。明治、大正期の代表的建築家、辰野金吾と地元出身の葛西万事の建築設計事務所1960年の公園のみ、例外的に、 岩手放送のテレビスタジオから生放送された。市座には、甲子郎の長男七代目、市川染五郎も同行し、同行演の舞台に立った。ありがとうございます。